おう、どうですか。できました。はい、たたき丼。まずね、これ某すき家のたたき丼、うまいのよ。こうやってごめん、この上にこうやってね、海苔をね、いっぱいかぶる。これめっちゃうまいのね。ほらほら、海苔海苔海苔。牛丼より高いんだよ、すき家のたたき丼。牛丼より高いの。よし、ここに、あ、間違えた間違えた、サラダ。よしよしよし。おお、ごめん、映されてるなんて思ってませんでした、なんて一人芝居でございます。はい、これたたき丼、すき家のたたき丼完食。めっちゃうまいのよ、ほんと。これを食べて、さあこの後どうするかって、ちょっとふとしたことがあって、この嫌われる勇気っていう本を読んでみようかなって。前ね、10ページくらい読んでやめたんだよね。まあ確かに、もう一回読んでみようかなと思ってんのと、いやいや、そんなこうアホなことは、そんな建設的でない、まあ、ちゃちゃちゃ、なんかうまく言おうと思って失敗した。そんな建設的でないことはせんと、こうやって昼間からピッチお酒でも、アルチューにはなんない、俺絶対なんない。喉で酒飲んでるから、心で飲んでないからさ、アルチューにはなんないんだよ。どうしようかな。今日ね、6時から知り合いに誘われて講演会行くのね。うん、一昨日出ましたよ、ね。うん、ただだって言うから、いや結構懇親会とかもかかるって言うんで、ええー、やって言うと、いやただなんですよって。よくよく聞いたら、ちょっと何百人か集めなきゃいかんのに、でもないなんね。そう、集めてるところが集客コンサルタントみたいなところらしいんで、まあなんかすげえ皮肉だよね。まあでもちょっと行ってみようかなと思ってね。さあその前にまたぐうたらで寝るか、うん、どうしようかな。悩むとこですわね。ちょっと考えてみます。じゃあねー。あ、今日ね、20年1月24日午後13時30分です。よかったらチャンネル登録してください。昨日ね、ベトナムの子が一人登録してくれたのよ。なかなか嬉しかったよね。うん、ついに国際化始まったね。はい、お前さ、ねえ、それは